かゆみ山古墳は、岡山県瀬戸内市牛窓町下忍部にある古墳。形状は、前方公園墳。岡山県指定史跡に指定されている。古墳の所在する丘陵牛窓オリーブ園から望む。左上の黒島に、黒島一号墳。右奥の丘陵に、二塚山古墳が所在し、中央の丘陵跡に、波歌山古墳が所在した。岡山県南東部。 牛窓湾の中央西の四角山の山頂部に築造された古墳である。牛窓湾では、本古墳のほか二塚山古墳、波歌山古墳、牛窓天神山古墳、黒島一号墳の前方公園墳五木が湾を取り囲むように映像されたことが知られ、それらのうちでは最高所に位置する。現在では、古墳南側に、かしの神社が鎮座する。 これまでに発掘調査は実施されていない。噴景は前方部が大きく発達した前方五円形で前方部を北東方に向ける。墳丘は三段蓄積。墳丘表面では吹き石、埴庭片のほか、鉄製品が検出されている。墳丘周囲には縦型の集合が巡らされ、集合を含めた全長は約100メートルに及ぶ。主体部の埋葬施設は明らかでない。 このシカフ三古墳は、出土派にはより、古墳時代中期後半の五世紀後半頃の築造と推定される。他の前方後円墳四期と共に、当時の牛窓湾の港湾としての政治的重要性を示す古墳になる。本古墳と同時期には、長船地域でも集合を伴う古墳として、月山古墳が築造されており、木備地方での巨大古墳の消滅や、日本初期のシルス、 有力点の大きな木々地方の動乱との関連性が指摘される。古墳域は1956年に岡山県指定史跡に指定されている。川弓山から牛窓湾を望む古墳の規模は次の通り。墳丘は前方部が発達した形態であり、類似形態の古墳が奥地域を中心に分布する点が注意される。集合の外側では前方部側で、 幅約8メートルのシューツ積み体が認められるが、公園部側では、明瞭さを書く。かし武神社四角山古墳の南側には、かし武神社が鎮座する。祭神は、アメノコ屋根の命、フツシュメイ、タケミカズチ命、ヒメダイ旅ヤマタビコ命の小柱。現画3年の胸札には、神語系雲年間の祭建とあるという。当初は、稲津明神として祀られていたが、 後に御社大明神に改め、明治期に、深忍神社に会合された。本殿は、瀬戸内市指定重要文化財に指定されている。ありがとうございます。